ゼビューチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、平野達也です。こんにちは、ブランカです。今日はですね、日本セルビア映画祭に来てます。で、僕もちょっと喋るんですけど、今回の映画祭のテーマはタブーになります。なので僕もちょっとタブーについて話すんですけど、これからオープニングが始まるので、じゃあブランカ、行くよ。行こうの写真はベオグラードの写真を10枚選んで、最初にベオグラードに来たのが2016年の3月に来て、それ以来5回か6回ぐらいに訪れていて、で合計すると3ヶ月間ぐらい、その間に撮った写真の中で一番いい10枚を選んで展示しました。Dobrý večer, svima. Já jsem Hirano Tatsuya, Tatsuya Hirano. Já jsem kagusudový rektor za izborný japanský jezik. Moje ime je Mila Bosnić i ja sam ovde samo zato što imam iskustvo života u Japanu 14 godina, koji su organizatori smatrali dovoljno admirabilnim, što bi rekli, da prisustvujem ovom panelu i da reflektujemo zajedno ideje koje bi vama bile interesantne. ということで、日本セルビア映画祭りでした。ブラグ、いっぱい人がいたね。そうだね、とても楽しいでした。よかったよかった。で、実はこの映画祭ですね、日本でも行われます。で、日付は12月の5日、6日、下北沢でありますので、もしよろしければ動画の概要欄にリンク貼っておきますので、ご覧ください。ということで、じゃあ、またねー。